次は茨城、茨城です。お出口は左側です。茨城を出ますと高槻に止まります。お客様にお知らせいたします。 JR 西日本では3月14日にダイヤ改正を実施し、各線区で列車の遅刻などを変更いたします。詳しくは駅のパンフレット、また